阪神甲子園球場です。聖守対聖堂、この一戦をお送りいたします。聖守の先発は右の北村、聖堂の先発は右の古谷、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右の北村、マウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは倉持。背番号6。第9球投げました、ボール。第2球打ちました、センター方向へ持っていきます、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番小湊。第9球投げました、ボール。第2球投げた、決まった、ストライク。タイミング合いません。第3球を投げた、危ない球。第4球は打った、レフト方向へ持っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番白須。第9球投げた、決まった、ストライク。第2球投げた、ストレートはボール。投げた、アウトロー、ボール。第4球を投げました、4球目空振り。第5球投げました、156キロ直球、空振り三振。北村上々の立ち上がりを見せています。右の古谷、マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、聖守攻撃に入ります。先頭バッターは千田、投げました、アウトローの直球はボール。第2球投げました、外角高めいっぱい、ストライク。第3球打った、セカンドの左、小湊掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番三谷。第9球投げました、初球に送ってストライク。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、外れた、ボール。次は4球目、投げた、打ちました、これはキャッチャー間に合いません、ファールボール。これは引っ掛けた、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番中西。第9球投げた、決まってストライク。投球これから2球目、インコース高めストライク、早くも追い込まれています。追い込んでから投げた、1球外した、ボール。第4球を投げました、打ちました、ライトへの打球、ヒットになります。中西、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。初球を打った、取りました、これでスリーアウト。聖守ファーストランナー残塁、1回が終了しまして0対0です。2回の表、聖堂攻撃に入ります。トップバッターは三幸。1球目ストライクから投げました、インロー際どい球、ボール。第3球を投げました、ボール。さあ、4球目打ちました、ファールボール。さあ、5球目打った、1、2塁間ライナー破っていった、三幸ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。背番号3。第9球投げました、ストライク。第2球打った、サード左、二塁へ送る、セカンドフォースアウト。
セーフ。ダブルプレーはなりません。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。初球から送ってきました。これはピッチャー正面に転がる。二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。2回の表が終わって聖堂無得点で終了です。2回の裏、聖樹攻撃に入ります。この回のトップバッターは赤石。投げました、見送ってボール。第2球、ストライク。投球はこれから3球目、ボール。第4球は4球目、空振り。伸びのあるストレート。さあ投球は5球目、投げた、打ちました。1、2塁間への当たり、セカンドから1塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー北村。第1球、ストライク。第2球、投げた、2球目ストライク。バッター追い込まれました。第3球は外角、外れてボール。第4球を投げた、打ちました、フラフラッと上がった。一塁キャンパスの手前、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番江原。投げた、初球はストライク。第2球、インハイ、外れてボール。第3球を投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。江原、いいバッティングを見せました。さあツーアウトから先制のランナーが出ました。第2球、投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、打ちました、ファースト右横のゴロ、ファール。第4球を投げました、ボール。第5球、投げました、打った、小湊バックしていった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。聖樹ファーストランナー残塁。2回の裏が終わりまして0対0です。3回の表、聖堂攻撃に入ります。先頭バッターは勇気、直球ストライク、アウトローへ。いきなり156キロ。1球目空振りから、投げました、打った、ショート正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは8番金丸。第1球、投げた、見送ってストライク。まずは入れてきました。第2球、空振り。第3球を投げた、空振り三振。まさに日の出るような直球。バッターはピッチャー古谷。カーブはボール。第2球、投げた、ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。伸びのあるストレート、投げた、打った、引っ張った。第5球、投げました、ストライク、空振り三振。最後は伸びのあるストレート。北村、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の表が終わって0対0です。聖樹この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは八代、見送ってストライク。第2球、投げました、アウトコース低め、外れてボール。第3球を投げました、縦のスライダー、見送ってストライク。バッター追い込まれました。追い込んで投げました、内角高め、見逃し三振。打順は1番に帰って千田。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。投げました、打ちました。第2球、投げた、縦のスライダー、空振り。バッター追い込まれました。
追い込んでから投げた、外れた、ボール。第4球を投げた、ボール。投げた、ボール。投球はこれから6球目。打った、小湊ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターは2番三谷。第1打席は内野フライに倒れています。投げた、ストレートはボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球直球ストライク、低め、タイミング合いません。次が4球目投げました、変化球、空振り三振。最後は空振り三振に倒れました。序盤終了しまして0対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。左バッターボックスはトップバッターの倉持。第1打席はセンターフライに倒れています。初球ストライクから投げました、見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げました、インロー、空振り三振。倉持、全くタイミングが合いません。先ほどのプレーです。バッターは2番小湊。第1打席はレフトフライに倒れています。第9投げました、ボール。第2球投げた、まっすぐ見送ってストライク。投球は3球目、投げた、流し打ち、どうだ。一塁線切れました、ファール。打ちました、江原、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番白須。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。1球目ストライクから投げた、ボール。インコース低め。第3球を投げた、ストライク、膝元厳しい球でした。第4球を投げた、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。北村、上位打線を三者凡退に仕留めています。4回の表が終わって0対0です。清州、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番中西、見送ってボール。投球これから2球目、直球低め、ボール。第3球を投げました、ストライク。第4球を投げました、打ちました、レフト線、ぐるっと打球が上がっていきますが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは東。最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。投げました、初球決まってストライク。まずは見送りました。第2球ストレートはボール、内角低め。第3球打ちました、いい当たり、ボールはライナーでライトへ、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右のバッターボックスは5番赤石。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、1球目ストレート、空振り、いきなり151キロ。第2球決まった、ストライク、少し意識しすぎたか。第3球を投げました、ボール。投げた、ストレートはボール。投球これから5球目、アウトサイド直球はボール。次の球がラストボール。投げた、流し打ち、前園取った、前園一塁踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。清州、クリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。4回までが終了しまして0対0です。5回の表、清道攻撃に入ります。この回の先頭バッターは三幸。初球空振りから第2球ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、打った、
レフトへ行った。レフト前に出る。きっと三幸ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。右バッターボックスは前園。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9球投げた。ストライク。タイミング合いません。第2球投げた。打った。一、二塁間のゴロ。江原ボールを取る。アウト。選手先制のピンチを迎えます。バッターは6番東條。この後に控えているのは結城。初球ストライクから。第2球カーブ見送ってストライク。第3球インコース高め外れてボール。第4球を投げました。打ちました。三遊間ライナーで破った。レフト前のヒットになります。東條いいバッティングを見せました。選手なおもピンチが続きます。バッターは7番結城。選手ここは外野フライも避けたい場面です。第2球投げました。ストライク。もう追い込んでいます。第3球三振。北村3球で仕留めてみせました。さあリプレイです。右バッターボックスは8番金丸。今日の第1打席はスイングアウト。初球から打ってった。ファースト落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。北村ワンアウト1塁3塁のピンチでしたがなんとか踏ん張りました。5回の表が終わって0対0です。5回の裏選手攻撃に入ります。先頭バッターはピッチャー北村。投げました。打ちました。初球打ちライナー破った。ヒット。レフト前ヒットになった。北村ナイスバッティングです。これで2打数の1安打。バッターは7番江原。第9球投げました。見送ってストライク。第2球ボールインローへ。第3球を投げました。3球目ストライク。次が4球目投げた。打ちました。ファールボール。さあ投球は5球目ボール。一塁へ牽制球を送ります。第6球を投げた。打ちました。ボテボテの当たりはセカンドゴロ。セカンドフォースアウト。アウト。ダブルプレー。バッターは8番浜。第1打席は内野フライに倒れています。ボール。投げた。ストライク。投球は3球目投げた。打ちました。取りました。これで3アウト。前半が終わりましてまだ得点に動きがありません。これが進化したベースボールスタイルだ。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターピッチャー古谷。第2球投げた。2球目空振り。第3球を投げました。チェンジアップはボール。インコース低め投げました。打った。ファールボール。第5球投げました。完全に外れた。ボール。投げました。外角高め見逃し三振。打順はトップに帰って倉持。今日はセンターフライと三振。投げました。初球空振り。いきなり156キロ。第2球投げた。2球目ストライク。これで追い込みました。追い込んで第3球を打ちました。センター交代。落下点で構えます。取りました。これで2アウトランナーありません。右バッターボックスは2番小湊。今日はレフトフライとセカンドゴロ。第9球投げた。初球を打ちました。取ってアウト。3アウトチェンジ。選手後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって0対0です。選手この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは八代。打ちました。三幸落下点に入った。ファールグラウンドで取りました。これでワンアウトランナーはありません。バッターはトップに帰って千田。今日はセカンドゴロとセカンドライナー。
投げた、初球外れてボール。第2球インハイギリギリいっぱい、ストライク、伸びのあるストレート。第3球を投げた、打った、流し打ち、前園軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックス2番三谷、今日はファーストフライと三振。1球目ストレート空振り、いきなり150キロ。第2球投げた、打ちました、切れていきます、ファール、投げました、外れた、ボール。次が4球目、投げました、ボール。投球これから5球目、打った、ご注意ください、投げました、打ちました、ファール。第7球を投げました、スプリットはボール。さあ8球目、打ちました、小湊掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。選手結局三者凡退、無得点に終わっています。中盤まで終了しまして0対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターはシラス、今日は初球を打った、一二塁間、アズム華麗にさばいてワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは4番三幸、第9ストライク、第2球投げました、直球見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打ったに当たりだ、センターへの打球、これはヒットになります。三幸、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは5番前園、今日はサードゴロとセカンドゴロ。第9投げた、ストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、チェンジアップはストライク、追い込んでから投げた、膝元へズバッと決まって見逃し三振。北村3球で仕留めてみせました。低め際どい、ボール。第2球投げました、ストレート見送ってストライク。第3球を投げました、内角低めいっぱい、ストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ボール。次は5球目、低めのボール引っ掛けた、中西下がっていった、掴んで、これで3アウトになります。満員の甲子園、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏、聖守ラッキーセブンの攻撃、この回のトップバッターは中西、投げました、高めギリギリいっぱい、ストライク、まずは見送りました。第2球打った、金丸バックしていった、レフト前ワンバウンドヒットになった、中西ナイスバッティングです。これで今日は3打数の2安打。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは4番アズム、今日はサードライナーとライトフライ、初球落ちるスライダー空振り。第2球投げました、打ちました。第3球は危ない球、投げた、ストレートはボール、アウトローへ。さあ投球は5球目、ボール、投げた、よく見た、フォアボール、フルカウントから選びました。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。第9投げた、打った、ファールボール。第2球投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、打ちました、センター前に出る、掴みました、三塁はどうか、
これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第9球、初球から打ってった、ヒット、ライトバックホーム、北村いいバッティングを見せました。これで今日は3打数の2安打。満塁のチャンスにバッター江原、初球見送ってストライク、いきなり150キロ。第2球投げました、打ちました、セカンドの右、ゲッツーコースだ、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。古谷やりました。聖堂、このまま勢いをつけたいところ。8回の表、聖堂攻撃に入ります。この回の先頭バッターは結城、今日はショートゴロと三振。第2球投げました、直球ストライク、外角高め。第3球、3球目ストライク。第4球を投げました、156キロ直球、空振り三振、ボール球で仕留めました。投げました、打ちました、初球打ち、ボールはライナーで左中間へ、ヒット、打ったバッター一気に二塁へ向かう、金丸ツーベースヒット、選手先制のピンチを迎えます。さあリプレイです。精度ダイソーを起用します。木島二塁に入りました。バッターはピッチャー古谷、ここまで2三振といいところがありません。第2球投げました、決まってストライク、チェンジアップに全くタイミングが合いません。第3球を投げた、インコース高め、空振り、伸びのあるストレート。第4球を投げた、ボール、次は5球目、打ちました、ファール。第6球を投げた、見送ってボール、セカンド牽制球です、二塁タッチはセーフ、打った、古谷追い込まれていますがファールで粘っています。打った、痛烈な当たり、取りました、ボールは中継、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第9球投げた、初球空振り、いきなり156キロ。第2球内角高め、ストレートは外れてボール。第3球を投げた、直球空振り、さあ4球目、打ちました、中西下がった、レフト前ヒット、木島三塁回った、ホームイン、ようやくゲームが動き始めました、1対0。今の先制の場面リプレイでご覧ください。北村降板、ここでマウンドに上がったのは月島。選手、これで全ての投手を使い切りました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9球ボール、まずはアウトコース高め。第2球ランナースタート、外れた、二塁送球、これは楽々セーフ、盗塁を許します。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。選手、外野は浅めの守備を取ります。投げました、打ちました、打球は三遊間へ、ボールはファーストへ、セーフ、一塁はセーフ、記録はヒット、選手なおもピンチが続きます。ツーアウトランナー一塁三塁となりまして、しらす、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第2球打ちました、いい当たり、クリーンヒット、ボールが転がる、一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ、聖堂さらに1点追加、しらすタイムリーツーベース、選手なおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。ツーアウトランナー二塁三塁となりまして、三幸、今日
今日はヒットが3本、初球を打ちました。ショートの左、アウト。スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって2対0、聖守ここで先制点を奪われました。さあここは守備を変えてくるようです。8回の裏、2点を追いかけます。聖守攻撃に入ります。先頭バッターは浜、外角低め、直球は外れてボール。さあ次の投球、投げました、流し打ち、どうだ、ファールボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打った、飛びついた、破っていった。浜ナイスバッティングです。初安打。バッターはピッチャー月島、ストライク。いきなり151キロ早くも追い込まれています。第3球を投げた、打った、倉持交代、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、直球決まってストライク。いきなり151キロ。第2球投げた、低めいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた、打ちました、小湊下がっていった、取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。初球空振り、少し迷ったか。第2球ストレートはボール。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球を投げました、ストレートはボール、外角高め。さあ投球は5球目、スプリットはボール。第6球をランナースタート、打ちました、切れていきます、ファール。ランナースタートを切った、引っ張った。三谷追い込まれていますが粘ります。三振。8回の裏が終わりまして2対0、聖堂2点リードは変わりません。さあいよいよ最終回、トップバッターは前園。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。投げました、チェンジアップはボール。さあ次の投球、変化球ストライク、インローへ。第3球を投げました、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んで投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振。第1球投げました、外角低め、見送ってストライク。1球目ストライクから、第2球アウトコース低め、空振り。これで追い込みました。追い込んでから第3球を外を際どいボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、打った、ショート右へのゴロ、センダーボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスには勇気、ここまで2打席連続三振。ストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、ストレートはストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、1球外してボール。第4球を投げました、ボール、外角へ。第5球投げました、外角高め、際どい球、ボール。次がラストボール、投げました、三振。月島、最後は空振り三振で打ち取りました。9回の表が終わって2対0です。古谷降板、マウンド上は川上。最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。投げました、外角高め、外れてボール。第2球ボール、精度、ここは引っ張りに警戒します。第3球を投げました、ボール。投げた、4球目ストライク。第5球投げた、際どい球、選んでフォアボール。先頭バッターしっかりと見極めました。第1球投げた、アウトサイドストライク、タイミング合いません。第2球ボール。第3球は
打っていい当たりだ。ボールはレフトへ飛んでいきます。掴みました。ボールは中継。ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、直球ストライク、アウトコースへ。タイミング合いません。第2球、ストレートはボール。第3球を投げた、完全に外れた、ボール。投げました、打ちました。セカンド右横のフライになりました。小湊、余裕があります。取りました。ここは意地を見せてほしい。バッターは6番北村。これが4度目のバッターボックス。第2球、アウトコース高めいっぱい、ストライク。第3球、アウトローを見送ってストライク。このまま簡単に終わるわけにはいきません。追い込んで投げました、ボール。次が5球目、打ちました。第6球を投げました、打ちました、ファールボール。第7球を投げました、空振り三振、バットアウト。最後はキレのある変化球、選手敗れました。さて今日のヒーローは勝利投手の古谷。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は2対0、選手2点差で敗れました。勝利投手は古谷、敗戦投手は北村、そして西武は勝てませんでした。次のゲームでは奮起してくれることを期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。